深夜、いつものように見回りをしていると、明らかに未成年であろう少年が徘徊しているではないか。あそこにも仲間らしき少年が一人立っていた。猫ほど置いて私は彼らに声をかけてみた。さあ、じじい。彼らはそう言い残し走り去っていった。私はこの少年たちが自分たちの過ちに気づき更生する日が来ることを願っている。